はい、京丹波の焼き栗屋です。今日の台所、錦市場でお買い物、プロのおすすめ。今回は栗でおなじみの京丹波さんに伺いました。こんにちは。こんにちは、どうもお世話になっています。はい、お話を伺いますのは松尾さんです。よろしくお願いします。あ、どうも。はい、はい、まあ、今年栗は、それから松茸も出るのが早いと聞いておりますが、はい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 、どうでしょうか。まあ、順調を育って、今日からね、ちょっと麦栗置かさせていただいております。ああ、そうですか、はい、もう主婦の味方という感じなんですが。そうですね、はい、もう丹波栗出たって書いてあるんですけど、あれ、もうね、もう聞きました。どうも。そうですよね、はい、栗を買うよりちょっとお得な感じもしますね。はいはい、はい、どうでしょうか、この季節これがおすすめというのはどういうものがありますでしょうか。ね、今日うち特別麦栗ね、はい、ずっとやらせていただいておりますので、はい、麦栗が一番便利で、すぐご飯炊けますのでね、一番人気ありますよ。そうですか、はいはい、そして丹波の栗は本当に甘くて、一味も二味も違いますという感じなんですが、はい、その他にも京丹波さんは店内にいろんな美味しいものを置いてらっしゃいますけれども、はい、他にどういうものがあるんですか。うちはね、黒豆茶、黒豆茶、丹波のね、黒豆を使ったね、はい、黒豆茶、はい、飲んでもらったらね、ノーカフェインですので。ノーカフェイン、はい、美味しいですよ。そうですか、はい、来ていただいたらね、お茶飲んでいただけますので。あ、そうですか。お越しをお待ちしております。あ、そうですか、はい、はい、黒豆茶は食後とってもなんかほっこりするなっていう、で、そうですね、お豆、ふやけたお豆食べれるんじゃないですか。そうですよ。あとね、またご飯に炊いてもらったりね、サラダに入れてもらったり、はいはい、残すとこございませんね。あ、そうですか、はいはい、先ほどからこう試食も、ね、はい、大変人気ありますけれども、はいはい、なんかおまけするよとか、はい、なんか優しい感じで、外国の方も栗好きですよね。大好きですね。そうですね、はいはい、もう本当に世界中の人が、大好きなこの栗をはじめ、それからこのカラスキアーモンド、そうです、これもこれアメリカ製ですけどね。あ、そうですか、はい、いや、私初めて先日食べたんですが、美味しいですね、はい、美味しいでしょ、ちょっと塩味効いてね。そうですね、はい、はい、まあ、いろいろ美味しいものがいっぱいの京丹波さんに今日は伺いました。お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。どうもありがとう、はい。